青森ねぶたメディアを再生する青森ねぶたと祭りのお囃子青森ねぶた祭りは青森県青森市で8月2日から7日に開催される夏祭りであり毎年延べ200万人以上の観光客が訪れる1980年に国の重要無形民俗文化財に指定された浅虫ねぶた以前起源としてよく知られていたのは後に誠意大将軍となる坂の上の田村マロが 道の区国の江戸政党の戦場において敵を油断させておびき寄せるために大道路を笛太鼓で林し立てたことを由来とするものである。このため青森ねぶた祭りの最優秀団体に与えられる賞として1962年に田村マロ賞が制定された。しかし坂の上の田村マロが現在の青森県の地で政党活動をしたとは考えられず、 ねぶたの起源とされたものも、坂の上の田村マロ伝説の一つと見られる。現在では、日本全国にある、土着の七夕祭りや、眠り流しの行事が変化したものと考えるのが主流で、現在の形式のねぶた祭りの発祥は、朝虫ねぶたとされている。一方で、田村マロの側近である、ふんやのわ麻呂は、史実の上で、青森県まで達した可能性が高く、また青森ねぶたのみ、 他の地域のねぶた、ねぶたと大きく異なる。日本の伝統音楽には他に類を見ないほどの勇壮な林であることから、エゾ性抜説の可能性もなお否定できない。青森市内には、妙見の大星神社、幸いは竹地区の熊野神社、沢山地区の稲荷社等、エゾ性抜を伝える痕跡が残っている。半世時代や明治時代には、大型の灯籠を担いで街中を練り歩く行為に、 大使しばしば禁止令が出された。戦時中も禁止されたが、戦況が悪化した1944年には、戦意公用のために解禁されており、桃太郎の鬼退治をもじった、桃太郎のルーズベルト退治といったものが制作された。戦後は逆に新中軍の影響により、西洋への敵対的な表現ができなくなり、また刀を持ったねぶたも事実上制作不能だった。新中軍敵対後には、 企業がねぶた運行の主体となり、観光の側面が強くなるようになった。人形型ねぶたは、もともとは竹を曲げて、骨組みを作り、指等の細かい部分はその上に貼った和紙に、筆で描いていた。昭和30年代に、北川慶三というねぶた師が針金を用いて、指を一本ずつ作ったり、複雑な造作のねぶたを作ったことによって、ねぶた界に革命が起こる。 針金が登場した当時、一部では反発があったと言われているが、その表現性の高さからほどなくして主流となった。北側によって、ろうそくだった内部の明かりを蛍光灯に変え、台座にバッテリーを乗せ明るく輝く寝ぶを作ることに成功しより芸術性と完成度を高め、後に寝ぶの神様と評される。北側はすでに多解しているが、現在の主流となっている。 ねぶたの石は北側が築いたと言える。その後、佐藤伝蔵や鹿な一世によってさらにねぶたの造形性が高められ現代のねぶたの形が整った。千葉作流や竹並広雄が郷土の題材をねぶたに取り入れた。ねぶた作りは、題材の決定設計図となる下絵を描く各パーツの製作パーツ類を配置するための骨組み明かりを、 内側から灯すための電気配線針金の表面を覆う紙針紙の上に黒い縁や線を描く書き割り着色時の色の混濁を防ぐ老垣白地に彩色する色付け持ち上げて台車に設置する台上下というこれらの銃の工程を経て完成する現在では最大サイズとして幅約9メートル高さ約5メートル奥行き約7メートルという規定があるなお 明治から大正にかけてのねぶたは、現在のものより背が高く立った姿勢であった。電気の普及により張り巡らされた電線を避ける、目的で姿勢を低くして、現在の形へと姿を変えていく中で前述した大きさの規定ができた。日本や中国の伝説や歴史上の人物、歌舞伎、神仏などを題材にすることが多いが近年では、 地元の伝説や偉人、テレビ番組などを題材にすることもある。三内丸山遺跡が発掘された、翌年の1995年には、縄文を題材にしたものが登場した。青森市初代名誉市民である、宗方志向の生誕100周年となった2003年には、彼の版画を題材にしたものが登場した。昭和30年代頃までは歌舞伎、中国の伝説、活戦物が大部分を占めており、 中でも北側は同じ題材をほぼ毎年何度も制作していた。昭和40年代になると、それら以外にも様々なジャンルが増え、昭和50年代末頃には、郷土のジャンルが確立された。現在では、これまでと同じ題材でも、また新たな題材に挑むねぶた師も存在しており、彼らによって新たな表現方法も開発されている。青森以外の地で開催される場合には、 開催地に合わせた題材を選ぶことになる。毎年8月2から7日まで開催される。このうち8月2から6日で夜間運行がある。7日は昼間運行であるが、夜に会場運行と花火大会が催される。また、8月1日には前夜祭りが行われる。開催にかかる費用は約2億2000万円。青森のねぶたには大型ねぶた、子供ねぶた、地域ねぶたがある。 子供ねぶた、地域ねぶたは主に町内会が主流となって運行するねぶたであり大きさも普通の大型ねぶたより一回り小さい子供ねぶたは8月2.3日の2日間運行される大型ねぶたは開催期中必ず運行されるが奨励金の関係か2日と3日は大型ねぶたの運行台数が少ない昔は雨天中止になることもあったが現在は 雨天でもビニールを被せて運行される。ただし、ねぶたの形によっては一部がビニールに穴を開けてはみ出してしまうこともある。ビニールを突き破るのは持っている武器等細長いものや尖ったものが多いが馬の顔が突き出していたこともある。また強風によりビニールを飛ばされてしまうこともあり、そういった場合には運行終了後に修復しなくてはいけなくなる。2018年度よりホルテが ねぶたアプリをリリースしており、すべての大型ねぶたに位置情報端末を取り付け、利用者がアプリをダウンロードすることで、ねぶたの位置情報をリアルタイムで把握できるほか、ねぶたが利用者に近づくと、そのねぶたの団体名や制作者、詳細説明などを設定した言語で自動的に音声解説してくれる。現在、対応言語は日本語、英語、中国語、韓国語の5こと5である。 2020年4月8日、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、実行委員会はこの年の開催中止を決定した。青森ねぶたの遠成、編集しぼやセンター街で運行されるねぶた恒例となっているもの、編集、生函ツインシティ交流を結んでいる北海道、函館市の函館イカ踊りとの間で、各年でねぶたとイカ踊りの総合派遣が行われている。 2006年は8月7日のねぶたピルマ運行の先頭にイカ踊りが登場し、2007年は函館にねぶたが派遣された。2005年より毎年9月に東京都渋谷区渋谷センター街で開催。ただし渋谷センター街自体道路が狭いため、青森ねぶたの半分程度の大きさのねぶた一機が制作させる。開催当初より例年ねぶた一機が参加している。 9月第2土曜日に秋田県の白市で開催、関東や三佐踊りなどの東北内外の他の祭りと共演をする。現時点で単発開催のもの、編集、とことん、青森2010原宿表参道で、運行されたねぶた各地のねぶた、編集詳細は、ねぶた各地のねぶた一覧を参照青森県内では、大小様々なねぶた、ねぶたが合わせて、 約30市町村で作られている。以下は主なもの、青森県外では、ねぶたが祭りの一部に組み込まれている例が見られる。青森市内の国道4号、新町通り、八甲通り、平和公園通りで囲まれたエリアが運行コースとなる。1982年まで市役所前または、新町通りと八甲通りの交差点から1台ずつ出発し、コースを右回りで回っていた。 しかし、祭りが河境に入った頃、道幅の狭い新町通りに、ねぶたが入り、羽戸で通りがいっぱいになりねぶたが、いつまで経っても前に進めないという問題点が指摘された。このため1983年に、左回りにコースが改められた。その後、1992年に、市内各地に点在していたねぶた小屋が、観光物産館付近の青い海公園。 ラッセランドに集められた時期から新町通り柳町付近からの出発に変更された。しかし、祭りが高しをすると、羽戸で溢れかえるためゴール地点は常に渋滞し、祭りそのものがなかなか終了しないという問題は相変わらずであった。ねぶた祭りは青森市内の幹線道路を2本も通行止めにするので、時間通りに祭りが終了しないと、 市民生活に与える影響も大きい。またこの頃から増大するカラス族の問題が無視できなくなってきた。祭りがだらだらと運行されるとカラス族が最後尾に集合し、祭りそのものが彼らの格好の餌食にされてしまう。そこで2001年にはあらかじめねぶたを配置し、花火の合図で同時にスタートし、花火の合図で同時に終了するという手法に改められ、コースも右回りとなった。 これによりねぶたの列の始めと終わりがなくなり、運行もスムーズになった。また、祭りを破壊しに来るカラス族を少なくさせることにも成功した。大太鼓などの戦闘集団は、青森市立橋本小学校前から出発している。一方で、花火の合図と同時に最高潮にある祭りが雲の子を散らすように終了するのは見ていて寂しいものがある。なお最終日の7日に限り、 現在でもねぶたが一台ずつ出発している。羽根との清掃ねぶたの運行に関して、基本的な運営は、各出陣団体によってまかなわれる。それ以外の重要なファクターとして、ねぶたをロープで引っ張る子供、羽根とがある。特に、羽根とに関しては正式な装束をまとってさえいれば、どの団体のねぶたに参加しても自由であり、観光客でも参加することができる。県内のスーパーや、 デパートなどでは、花傘を除いて、一式五千円程度で販売されているほか、ねぶたの運行ルート上には、衣装のレンタルを行っているところもある。こういったところでは、衣装の着付けもしてくれるので、気軽に羽根戸として参加することができる。祭りのメインであるだし、ねぶたを作る制作者のことを、ねぶた師という。明治時代頃までは、ねぶたが、町内単位での運行であったため、 有志が制作していたが、ねぶたを企業などが運行するようになると、次第に名の立つ制作者が注文を受けるようになった。昭和時代になると、雑誌などで制作者のことを、ねぶた師というようになる。2018年現在、ねぶた師は14人で、それぞれ作風が異なる。サンロード青森のねぶたを制作。第5代ねぶた名人、各期参照。1983年までは、 本名の千葉真嗣を名乗って制作。内山竜星青森市 PTA 連合会のねぶたを制作。千葉作流の弟子。竹浪広雄 JR 東日本。青森岸友会のねぶたを制作。林博司会。日本通運のねぶたを制作。千葉作流の弟子。立田隆宝青森青年会議所。消防。第二分団。朝日ビールのねぶたを制作。内山竜星の弟子。 手塚刺激マルハニチロネブタ界のネブタを制作。竹並広王の弟子。北川流編集。北村隆史青森山田学園。山戸運輸二。組。東芝のネブタを制作。第六大ネブタ名人。各期参照。北村連盟日立製作所。青森県板金工業組合。パナソニックのネブタを制作。北村隆史は双子の二位。 北村春市 NTT グループのねぶたを制作。北村連盟の実の息子である。北村麻子青森市民ねぶた実行委員会のねぶたを制作。北村隆の娘で弟子。青森ねぶた史上初となる女性のねぶた史。荒川流、編集。今日のは広市東北電力。青森市役所のねぶたを制作。大城が大鳥青森県庁のねぶたを制作。その他、編集。 諏訪誠ことねぶた愛好会のねぶたを制作。あれが吉弘陸上自衛隊青森駐屯地のねぶたを制作。私たちのねぶた自主制作実行委員会は、特定のねぶた氏によって制作はなされていないが、ねぶた氏と同等の役割を果たす責任者が制作の指揮を取っている。それぞれの時代において、優れた功績を残したねぶた氏には、名人意が送られており、 2012年現在で6人の寝ブた名人がいる。4代までは名人位認定に対する明確な基準はなかったが、5代と6代が認定されるにあたって、実力や実績に対する基準が制定されている。佐藤伝蔵は没後認定のため去年ねぶた氏は、名人たちの流れを受け継ぎ、自分の作風を作り上げていく。明治大正時代、編集、北川金三郎名人の師匠。 昭和時代、編集初代名人、蒸気三章。初めて馬をねぶたで作った。二代目名人、蒸気三章。千葉作流の父で師匠、独特な作風で、ねぶたのグロテスクの要素を確立させた。三代目名人、蒸気三章。16歳で一元立ちの最年少記録を持つ。1981年まで制作。昭和平成時代、編集四代目名人、蒸気三章 1964年から長きにわたり制作した。早作りで有名で、1973年には6台も制作した。しかない一世没後は最長老となり、昭和の面影のあるねぶたを制作した。2003年まで制作。2000年に休止しかない一世の弟子たちのリーダーであった。後日の秋元和夫はじって、2005年まで制作。2006年まで制作。 佐藤伝蔵の助手であったが、1986年に佐藤が病に倒れ、制作途中のねぶた三台を引き継ぎ、完成させた。2007年まで制作。2003年まで制作。主に黒いねプたでの人形ねプた師として有名で、青森ねぶたも2008年まで制作。青森でも驚々しい独特の作風は異彩を放っていた。自衛官で自衛隊のねぶたを制作。 定年退職により2004年まで制作。2013年まで、青森自然公園ねぶたの里。2018年制挙。前述の秋元博士生は実刑である。1984年、私たちのねぶた自主制作実行委員会でデビュー。2015年まで制作。2009年、市役所ねぶた実行委員会でデビュー。2016年まで制作。2011年、 私たちのねぶた自主制作実行委員会でデビュー。相馬寿郎と私たち一同で制作。2015年まで制作。かつてねぶた、祭りが有志による開催だった時代には、ねぶた師と呼べるような人物が存在しなかったが、やがて腕の立つ者がねぶた師として制作するようになり、明治に入ると弟子を取る者も現れた。現在ではねぶた師を指向する者は、 ほとんどが特定のねぶた師に、弟子入りして、手ほどきを受け、制作技術を磨いて一本立ちする。ただし中には特定の師匠を持たず独自に、制作技術を身につけるねぶた師もいる。いかにその系列を示す。千葉作太郎系、編集、千葉作太郎を外する系統である。明治のねぶた師、柿崎こと賞の流れを組むとされる。五代名人、千葉作流を輩出している。 柳谷祐弘氏、北川金三郎系、編集、明治のねぶた佐坂田金作を外する歴史ある系列である。また、初代、二代、六代と実に三名の名人を、輩出している。佐藤伝蔵系、編集三代名人、佐藤伝蔵を外する系列である。佐藤伝蔵は、北川親子の弟子であるため北川系の文化とも言える、系統である。 画星、第一問、編集川村博大取りを外する系統である。昭和40年に、しかな内一世によって、明確に一問とされた。四大名人、しかな内一世を輩出している。相馬樹郎昭和20年代より、根ぶを合格検討にすべく、審査制度が設けられた。当初は、優秀、有料、過料などの名称であったが、審査に偏りがあるなどの理由から、 1960年からは中止された。しかし審査を廃止した結果制作の手を抜く、ねぶた師が出るようになり、2年後の1962年より、青森ねぶたの最優秀作を決める田村呂賞が制定された。その後、田村呂賞に次ぐ賞がいくつか設けられ、また制作者賞などの部門賞も設けられた。ただし、1964年のみ、 田村麻呂賞を受賞したねぶたがない。祭り4日目の運行終了後に審査の集計が行われ、夜11時頃に各賞が決定。翌日の表彰式で受賞した団体に賞の額が贈られ、ねぶたに飾り付けられる。なお、額の形状は、黒い枠の上段に像、右上に祝ねぶた祭り、左上に団体名、左下に青森ねぶた祭り実行委員会。 下段にその年の成暦が記されている。審査方法基本的には、点数制で、ねぶた本体の点数に運行、羽根と林などの点数を加算して順位が決まる。しかしそのため、ねぶた本体の順位と総合点の順位が異なる。場合があり、これによって、ねぶた本体の評価と総合点での審査結果で、逆転現象が起こることもある。 そのため様々なねぶたに各賞が分散することもあれば、一度に多数の賞を取るねぶたが出ることもある。集計後、審査委員の採決によって点数が調整されることもある。最高賞。1962年から1994年までは、田村マロ賞。最も大きい額を用いる。背景は金色。第2位の賞。背景はオレンジ色。かつては、 三加賞の位置づけであったが、1990年により、第三位の賞となった。これに合わせるようにそれまで、年賞と同じ小型だった額が大型化された。背景は緑色、第四位の賞背景は空色、第五位の賞2000年までは、観光協会会長賞背景は、ピンク色。最も、良い林を奏でる団体に贈られる賞背景は赤色。 運行と飛べ人が最も良い団体に贈られる賞。かつては運行賞と飛べ人賞という別々の賞だった。背景は薄いオレンジ色。その年の最も良いねぶたを作った制作者に贈られる賞。背景は銀色。最優秀制作者賞に準ずるねぶたを制作したねぶた師に贈られる。原則として2代に贈られる賞だが2012年は 審査で同点のねぶたが存在したため3台に送られた。期待は送られない。最終日に開催される会場運行に選出されたねぶたに送られる賞。かつては会場運行に出陣できるすべてのねぶたに上位の賞と伏せて送られており、その後数年間賞に選ばれていない団体へと送られる賞となった。会場運行が7台となった2008年からは、 対象からの上位5台は、海上運航の対象ながら送られず、上気各賞を受賞していない2台に単独で送られた。2014年は、海上運航が6台になったため再び1台に送られるようになった。海をイメージしているのか背景は青色。すべてのねぶたが獲得する賞。初出陣の年を1年賞とし、それから何年出ているかが記されている。2018年現在最長は、 日通と東芝の72年賞、参加賞のような位置づけであり、最も小型の額を用いる。背景は黄色。ねぶた本体、運行はねと、林の総合評価で最優秀のねぶた運営団体には、ねぶた大賞が贈られる。またこの賞は1962年より、田村マロ賞の名称で制定されたが、坂の上の田村マロは、東北地方から見ると征服者であり、 逆賊ではないかとの見解により、証明に征服者の名前を冠しているのは、おかしい。史実の坂の上の田村マロは青森までは来ていないとの、批判を受け、各界各層の意見や世論を踏まえた結果として1995年より、現在の証明に変更された。2012年時点での通算最多受賞記録は、北村隆の12回。連続受賞記録は、 佐藤伝蔵の4年が最高。当時は、これと田村マロ賞だけだったことからおそらく現在の知事賞に相当する賞。1代だけに贈られた年と2代に贈られた年があった。1979年、80年は、ねぶた本体のみで最も優れた団体に贈られる賞として、1981年から1989年は3位の、 団体に1990年から1993年は5位の団体に贈られる賞あった。2001年に復活したが、その年の最も良いねぶたを作った制作者に贈られる賞として出会った。背景は青色。制定当時は制作者賞。2005年に前日の最優秀制作者賞に名称変更した。背景は 水色背景は、黄色運行が最も良い団体に贈られる賞。6日間を解禁したねぶたが取ることが多かった。トベヒ人賞と統合された。背景は青色。トベヒ人が最も良い団体に贈られる賞。運行賞と統合された。背景は、薄、ピンク色。青森ねぶたは、大型化に伴い町内会だけで費用をまかないにくくなり、ほぼ全ての団体が、大手企業、観光庁、 大学等がスポンサーとなり運行している。しかし、企業名や観光庁の名がある団体でも、すべての関係者がその企業の社員や職員ではないことがある。また、ねぶた愛好会や、私たちのねぶた自主制作委員会のように特定のスポンサーをつけず、市民の手だけで制作、運行している団体もある。他多数カラス族とは、ねぶた祭りで傍若無人な振る舞いをする者たちである。 彼らは、ハネトの正式な衣装ではなく、黒小族などの衣装でねぶたに参加しそれがカラスのように見えるということで、カラス族、または単にカラスと呼ばれるようになった。カラスハネトとも言われるが彼らの振る舞いは祭りにそぐわないもので、そもそもハネトの名に値しないとして、地元メディアではカラス族として表現されることが多い。とほぼ創族の部類とされる。 カラス族は1986年あたりからねぶた祭りに現れ始めたと言われる。当初はそれほど問題視されてはいなかったが平成に入ると暴走族などがグループの中心となるようになり、次第に悪質凶悪な集団となっていった。この問題はしばしばマスコミ等で取り上げられたが、それがかえって全国からカラス族の集団を呼び集める逆効果を引き起こすこととなった。 青森市にとって、ねぶた祭りは貴重な観光資源であり、祭りの安全かつ正常な運営は避けて通るわけにはいかない。そこで、青森市など主催者側は、カラス族を監視、統制するためにカラス族を一箇所にまとめて、ねぶたを運行するという対策を1996年に行った。しかしこの対策は、カラス族を肯定することとなり、逆に、 カラス族を増長させるという結果になった。この危険な集団は2000年には1万人にも、増え仲間同士の抗争観客や警察への暴行と強行がエスカレート、しもはや正常な祭りとは言えないような状況になった。そこで主催者側は2001年、ねぶたの一斉スタート、一斉終了という作戦を導入した。同年、県も、迷惑行為等防止条例を施行し事件に、 ならなければ手が出せなかった警察も事件が起きる前に、出発、排除できるようにした。結果、祭りとしては盛り上がりに欠けるものになったが、カラス族対策には効果があり、事件の件数は激減した。しかし、特に以前の祭りの盛り上がりを懐かしむ人の間では、これに反対する声も根強い。現在では、ねぶた祭りの治安は、かなり良くなっている。これも、市警察。 ボランティアの人々の努力の賜物である。近年では清掃であるタスキをかけずに祭りに参加する女性が増加している。カラス族が減少している今、第二のカラス族とも言うべきタスキをかけずにまるで、振袖のような格好のクリオネ族なるものも登場している。いずれにせよ、祭りに参加する者の,のモラルの低下が見受けられる。2018年7月中旬、青森県青森市の住宅から、 明治時代の青森ねぶたの様子が撮影された一枚の写真が発見された。写真は青森町角歴史のよう、総会に寄贈され、2018年8月26日まで総会で開催中の懐かしの昭和のねぶたで公開されている。写真には8メートル程度と見られるねぶたを囲むように、鉢巻姿の男性や子供たちが写っている。写真の裏には、 七夕祭り、ねぶた青森塩町若者連タバコ町にてと記載されており、現在の青森県青森市青柳付近で撮影されたものと思われる。なお、写真は1891年に撮影されたとみられ、青森ねぶたの様子が撮影された最古の写真と見られるという、ありがとうございます。